咲の様子がおかしくなったのは彼女が熱を出して学校を休んだ日からだったと思います。さきちゃん大丈夫？顔色悪いね。今誰かいなかった？いないよ。どうかしたの？はい、これ今日授業でやったとこだから。ありがとう。お母さん早く帰ってきて。風なかなか治んなくて。無理しないでいいのに。帰る。